こんにちは、皆さん。今日は遠藤豆さんについてご紹介します。遠藤豆は1996年3月13日生まれ、東京都出身の日本のアイドルであり、グラビアタレントです。身長は1 5 3センチメートルと小柄ながらも、E カップの魅力的なバストを持ち、3サイズは80、55、80、CM と非常にバランスの取れた体型で注目されています。 彼女は同年4月30日に行われた現代麻雀水着フェスティバルに参加した後、水着グラビアアイドルとしての道を選び、5月からミスフラッシュ2024のオーディションに挑戦しました。遠藤豆は日本のグラビア界で最も注目される新聖の一人です。普通の家庭に育ち、ミスフラッシュ2024で優勝したことで一躍有名になりました。 彼女の美しさは、優雅でミステリアスかつセクシーな魅力が絶妙に組み合わされていると評され、これにより大手の雑誌やメディアからも多くの注目を浴びています。水着撮影では、スリムな体型と引き締まったウエストを効果的にアピールしつつ、自信に満ちたポーズでエレガントさを保っています。ステージ上で見せるクールでミステリアスな姿とは対照的に、プライベートでは友人たちとユーモアに富んだ明るい性格を見せる一面もあり、 この多様な魅力がファンを引きつけています。モデル活動にとどまらず、彼女は様々なプロモーションやエンターテインメントイベントにも参加しており、今後のさらなる成長が期待されています。遠藤豆マメは、日本のエンターテインメント業界で今後も輝きを増していくことでしょう。このチャンネルでは、様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてコメントをよろしくお願いします。 皆さん、本当にありがとうございます。